笑う月は、安倍工房の随筆集。17編の断片的な随筆、商品が収録されている。1971年3.4月号から1975年6月号に、渡り、新庁舎発行の雑誌、波に44回連載の周辺飛行から、自身の見た夢の内容を語った16編を、安倍自らが選び編集して、進行、笑う月を加え、 1975年11月25日に新潮社より刊行された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。表題作、笑う月は、安倍工房が小学生の頃から何度も見る夢の話である。顔石鹸の商標を正面から見たような顔で大きく裂けた非常な薄い唇で笑っているオレンジ色の満月に追いかけられる夢の話から、 睡眠と意識について考え、以下のような一節が綴られている。夢は意識されない補助エンジンなのかもしれない。少なくとも意識下で書き綴っている創作の音なのだろう。ただし夢というやつは白昼の光にさらされた途端、みるみる色あせ、変質し始める。もし有効に利用するつもりなら、新鮮なうちに料理しておくべきだ。そこでここ数年来、 僕は枕元にテープレコーダーを常備して待つことにした。見た夢をその場で生け取りにするためである。つまり肝心なのは、笑う月の身元や、正体などではなく、笑う月そのものなのである。安倍工房、笑う月、ありがとうございます。